胸のこの辺りを押して痛い人、ストレスを感じて疲れやすくなっています。大胸筋が硬いと姿勢がこのように悪くなって呼吸が浅くなります。さらに交感神経が優位になるので寝つきも悪くなって睡眠の質も下がってしまうんです。放置すると気分が沈み鬱になってしまう可能性もあります。でも大丈夫、今回の大胸筋剥がしをやってもらうだけで自律神経が整うのはもちろん、姿勢も良くなって呼吸も深くできるため睡眠の質も上がるし、何より顔もリフトアップするんです。メリットしかないので一緒にやっていきましょう。はい、ではまずやる前に今の姿勢をチェックしておいてください。ダーンと座った状態でこのように猫背になってしまう、 100% 大胸筋が硬くなっています。また顔もスッキリするので両手で顔を触って顔のたるみ感もチェックしておいてくださいね。まず最初、大胸筋のここ脇の下の部分を剥がしていきます。腕を上げた脇にグーを入れて挟み込みます。拳がしっかり脇に当たるようにしたら肘を閉じて脇を軽く締めてください。これをギュッギュッと繰り返していきます。よーいスタート。はい、ギュッギュッ、脇で拳を潰すような感じで締めていきましょう。すごい地味なんですけどこれやってもらうと結構刺激入って、痛って感じませんか？はい、それぐらい皆さん脇にある大胸筋または液化、はい、硬くなって老廃物が溜まりやすくなってしまっています。この辺りをしっかりほぐすだけで脇すっきりして顔もリフトアップするし、何より姿勢がねすごく改善するので、しっかりギュッギュッと締めていきましょう。はい、いいですよ。次に脇の前側にあるここのお肉をこのように掴んでください。ここです。掴んだ状態で腕を下ろしていただいたら腕を大きく回していきましょう。ポイントがあります。回すときにここのお肉はしっかり掴んだ状態で離れないようにしてください。よーいスタート。しっかり掴んでいただいて腕を大きく回していきましょう。ギューッと握ってくださいね。はい、疲れたら一回休みましょう。はい、このね掴んで手が疲れたなと思ったら一回休んで腕だけ回してもらっても全然構いません。はい、ただ掴める方はしっかりつまんだ状態、掴んだ状態で大胸筋剥がしていきましょう。はい、今度は反対側に回していきます。できるだけに腕を大きく回していきましょう。できるだけに腕を大きく回していきましょう。はい、大きく大きく回していきます。はい、いいでしょう。なんですけど肩回し目とやった側だけめちゃめちゃ軽くないですか？胸もしっかり開いてる感じしますよね。反対側やっていきましょう。よーいスタート。脇で拳を挟んでください。ギュッギュッ。はい、このね脇閉じた時にうわっ痛ってねちょっと痛すぎる方は少し優しめにふわっふわっ、ほんとねふわっぐらいでも結構刺激入ってるの分かりますよね。はい、まあ、それぐらい弱い力でもこの液化だったりこの脇のこの前側にいる大胸筋って硬くなっちゃってるってことなんですよね。なので、ね、しっかりほぐして胸を張る、呼吸をしやすく、そして何より顔のたるみもで一緒に解消していきましょう。ギュッギュッギュッ。はい、 OK。 はい、続きます。よーいスタート。しっかり掴んでいただいて腕を大きく回していきましょう。できる限り大きくです。最初はねこの時計回り反時計回りどっちでも大丈夫です。後半差し掛かったら反対回ししていきましょう。はい、そのまま反対回しです。掴んでる体が疲れちゃったら一回休んでください。ただね腕回すのはね多分そんな疲れないと思うんで腕もねしっかり回していきましょう。はい、もうちょっとです。大きく回していきましょう。本当ね大胸筋剥がれるだけで自律神経の乱れまで解消できちゃって素晴らしくないですか？はい、やらなきゃ損ですよ。しっかりやっていきましょう。はい、 OK です。はい、次に胸の前側にある大胸筋剥がしていきます。鎖骨の下を指3本4本ぐらいでこうやって触っていくとデコボコしてるの分かりますか？デコボコした部分に指をこう入れるような形で押していただいて、押した状態でこのように横方向にマッサージします。よーいスタート。ギュッとしっかり圧加えた状態で横方向にマッサージしましょう。うん、結構痛いです。これも皆さんどうでしょうか？痛い方コメントください。はい、この辺りはね特に自律神経の乱れが強い人だったり常に胸がこう丸まってるでしょ、
この胸の前の潰しちゃってる人はね、めちゃくちゃ硬いから弱い力で押してても痛って感じる方多いと思います。はい、そのままちょっと下にずらしていきます。痛いなー。はい、でも痛いと思うんですけど、皆さんこうやってマッサージしないようにしてくださいね。しっかり胸開いた状態でマッサージしていきましょう。はい、ちょっともう一回指ずらして下にして、ここです。だんだんね、みぞおちの近くに来るような形で徐々に下げながら、肋骨のこの間、この大胸筋がね、ここについてるんで、はい、大胸筋のね、この付着してる部分をしっかり剥がしていきましょう。これやるだけでね、呼吸すごい深くなりますからね。はい、OK です。次に溝落ちに指先をグッと入れてください。姿勢が良すぎると指入らないので、少し体を丸めて息を吐いた時に指先が肋骨の内側に入るような形で押していきます。はい、これを繰り返していきます。よーい、スタート。息を吐きながら体を丸めて、この肋骨の内側に指先を入れるような形でギュッギュッと押し込んでいきましょう。ここで大胸筋とつながってる横隔膜の部分、はい、この辺りをしっかりほぐしていってます。横隔膜って呼吸にすごい大事っていうの皆さん知ってると思うんですけど、その横隔膜の硬さをこうリリースして、呼吸のしやすさ、姿勢の良さっていうのを、ね、出していくようなマッサージになります。息を吐きながらしっかり指先を入れていきましょう。はい、もうちょっとです。頑張りましょう。はい、いいですよ。はい、だいぶね、体がすっきりして、なんか自然に姿勢も良くなってますよね。そしたら今度、脇の横側をストレッチしていきます。手のひらを頭の後ろに当てていただいて、肘を天井につくような気持ちでぐーっと上げていきます。上げていったら、ここ伸びてくると思うんですね。ここ伸びる状態で、このようにこすってください。よーい、スタート。しっかりぐーっと伸ばして、ここ、脇の下伸びてるの感じたら、すかさずこすります。シャカ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 ってこすってください。はい、で伸ばしてるのもね、結構疲れてきちゃうと思うので、一回休みます。ふう、もう一回いきますよ。肘を天井につけるような気持ちでぐーっと伸ばしたら、すかさずこすります。ストレッチを加えながらマッサージを入れることで、大胸筋周辺のね、筋膜がすごく緩むんですよ。顔もめちゃめちゃスッキリしますのでね、これしっかり伸ばしていきましょう。はい、OK です。反対側いきます。よーい、スタート。ギューッと伸ばしたら、すかさずこすってください。僕ちょっとこっち側が硬いですね。皆さんはどっち側の手が上げにくいって感じました？教えてください。はい、ふう、一回休む。もう一回いきます。手のひら頭の後ろに置いて、肘を天井にギューッと伸ばしながらこすります。この自分でこう肘を開けたときに、あ、ここが伸びてるなって感じたところをしっかりね、こすっていきましょう。はい、もうちょっとですよ。はい、いいですよ。はい、皆さんお疲れ様でした。最初と比べて座ったときに自然な状態なので、めちゃくちゃ姿勢が良くなってるの分かりますか？胸がしっかり張れて呼吸がしやすくなってると思います。息吸ってみてください。こんなに呼吸入ったの久しぶりですよね。この状態がキープできるとしっかり寝れるようになります。はい、そして顔触ってみてください。おお、リンパの流れとかいろんな脳細胞が流れて、しっかり顔吹き上がってますよね。たった1回で変化出ますが、2週間続けてもらうとめちゃくちゃ変わりますので、ぜひやってみてください。また顔のたるみ診断っていうのも行っています。気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。あなたの顔のたるみ改善できますよ。最後までご視聴ありがとうございました。